子供の頃から私は周りのご機嫌ばかり取ってきました。よーし、陽ちゃん、いい笑顔だ。ただ、私は他人が怖かったのです。そこで考え出したのは道化でした。それは自分の人間に対する最後の求愛でした。この道化の一戦でわずかに人間につながることができたのでした。表では絶えず笑顔を作りながらも、内心では必死の汗水流してのサービスでした。わざ。道化を演じていたのを見破られた。あいつは危険だ。ねえ、途中まで傘に入れてくれよ。やだよ、バカが映るから。行こうぜ。うん。君、傘がないの。僕の家は近いからおいでよ。ひどい耳だれだ。雨がしみるんだね。僕がきれいにしてあげるよ。お前は優しいね。きっと女に惚れられるよ。僕たちは友達だ。だから僕のことを他のやつに悪く言ったりしたらダメだぜ。ん？お化けだよ。お化け？何が？お前の正体。この僕の？うん。おい、僕は可愛いとかかっこいいとか面白いとか言われるけど、お化けなんて言われたことはないぞ。
気がつきましたね。よかった。自分が誰か分かりますか？お化け。え？おば陽蔵です。意識が戻りました。陽蔵、やったなお前。女は死んだよ。死んだ？お前だけが助かったんだ。あなたのこれからのこと、お父上から私が面倒を見るように申し付けられています。どうして？あなたがこの世では議員のお仕事に差し障りがあります。お父上はあなたとは金輪際親子の縁を切ると。あ、相手の遺族に関してはお金で処理すると。遺族？処理するって？女性のお名前はこれからご遺族に会わなければなりませんので。なあ？軍部の大陸での暗躍ね。日本政府は不況の打開策として大陸への進出を狙っているのは明らかです。去年の張作霖爆死事件は日本軍の暴走だということをもっと声高に読者に。こんな記事誰が興味持つのよ。それよりね、この男がそろそろ退院する頃だろう。こいつのインタビューを取ってきてよ。女と心中して自分は生き残り、女だけ死なせた男だよ。これがな、事故じゃなくて殺人の疑いがあるんだ。え？上司に見せかけて故意に殺したって線だ。何のためです？そうな、それが本当なら全く男の風上にも置けないやつだが、奥さん連中はこういう記事が好きだからね。鎌倉の病院だ。鎌倉って今からですか？急ぎだ。話はつけてある。こいつ豊島好きかもしれんからな。あんたみたいな色っぽいお姉さんが行けば何か話すかもしれん。申し訳ありませんが、子供が待っていますから、今日は。お、だから女は使えねえんだよ。もう契約更新しねえぞ。おい、タコスケ、お前行ってこい。いつもすみません。来るから何書いてたの？お父ちゃん。お父ちゃんはね、もういないんだよ。でも天国でしーちゃんをずっと見てるから。お腹減った。わかったわかった、甘い揚げパン作ってあげる。母ちゃん、苦しいよ。あ、ごめん。女と店で出会ってすぐにスカートの中に顔を突っ込んだんだな。はい。どんな感じだった？どうって、そのいい匂いがしました。何？
今まで嗅いだことのない官能的な匂いで、もういつ死んでもいいと、それで心中することに。大丈夫か？いかん、血管が出ちまったか。結核ですよ。そろそろ署に戻らないとな。取り調べは？もういいだろ、終わりだ。俺の言った通りだろ、デカなんてちょろいもんさ。ん？おい、何やってんだよ。ここからは俺の頼みを聞いてくれよ。さあ、特別独占インタビューだ。すみません。ああ、ダメダメ。ギャランティーは前払いで。おお、これは失礼。どうも。いいね、ふてぶてしそうで。これやったな、女を。それにしてもいい男ですね。女はイチコロだろうな。どう、静子さん、イチコロになる？ん？まだ子供じゃないですか。鉄の女に言っても無駄だろう。で、こいつのインタビューはどう言い訳してんだ？心中に失敗しました。私が女性を殺せるわけはありませんって。そりゃ自分から人殺しだと名乗るやつはいねえわな。殺された方の遺族は金でももらってんでしょう。何も口を開きません。うん？娘殺されてんのにか。大柱、お坊ちゃまの写真が雑誌に載ったことに大層ご立腹です。議員生命に関わると。まったく、ちょっと目を離した隙に写真を撮られちまって。おい、俺がこの先も面倒見てやろうか。あいつはお前の親父に金をもらってるに決まってる。それを俺に回してくれりゃ。君の世話にはなりたくない。そういうことか。あ、ちょっとお忘れじゃありませんか。ここまで面倒見たのは私でしてね。じゃあな、組織の方は抜けられるようにしておくよ。最後の親切だ、ありがたく思えよ。やってくれ。私はお父上にあなたがまた自殺でもしないよう監視をするよう頼まれました。学校の方も自習退学にしておきました。多少の不自由は我慢してください。ここがあなたの部屋です。ここから出ちゃいけませんよ。出ないでって言っても何をしてたらいいのか。雑誌でも読んでいてください。私は仕事がありますから。はあ、死んでしまいたい。だが同じことを繰り返すのはバカがやることだ。
お化けの絵これはゴッホの自画像だよ。お化けの絵だよ。これがお化けの絵かゴッホがお化け。そんなこと思ったことなかったよ。よし、僕もお化けの絵を描くぞ。お化けの絵を描くんだ。本当の俺を。昨日シカゴの市場は閉鎖されましたが、世界経済の混乱は収まりそうもなく、我が国も多くの会社が倒産することになりそうです。これが俺だ。もし生まれ変わったら。もし生まれ変わったらもっと人間らしく生きたいね。お化けは人間の世界に生きてはいられないんだ。原稿受け取りに参りました。ああ、カット上がってます。ちょっと待ってくださいね。上がってください。なんだお前。あのこいつはいいんです。死に損ないにお茶なんか。はあ、あれです。こいつ実は女と心中しましてね。それで一人だけ帰ってきちゃって。僕は心優しい芸術家ですから交際が広くてね、こういう時代に敗北した作家仲間も見捨てられないんです。もしかして鎌倉の。ああ、その通り。ご存知でしたか。俺に頼らないなんて言いながらやってきやがって。大方他に友達もいないんでしょう。あの追いかけなくていいんですか。どうして。なんだか途方に暮れたようなお顔をしていましたよ。
それがあいつの手なんですよ。騙されないように。堀木の言う通りだった。人間らしくなんて言っても一人では何もできない。それが俺だ。あ、泊まるとこないの？よかったらうちに来る？うちも人間以下の生活だけど、それでよければね。万歳！あ？万歳！万歳！さあ、行きましょう。It's not too